東京大学の牛久と申します。今日は視覚と言語の最前線というタイトルで、私さっき中島先生の講演を聞いていて、多分一番ドキドキしていた、参加者なんじゃないかなと思うんですけど、中島先生とネタがすごいかぶりそうと思いながらずっと見ていてですね、なんとかギリギリセーフで、大体論文は違うぞということは分かったので、進めさせていただきます。で、ここで紹介するお話は3つです。論文が3つなのでトピックを3つということに今日はしています。で、先にすみません、ビデオを撮っていただいて大変ありがたいんですけど、私もしかしたらなんか左右に逃げ出すかもしれないんで、よしなにしていただけると幸いです。で、最初にご紹介したいのが画像のキャプション生成です。先ほど一番後ろに座っているんですけれども、この距離感だと結構もう文字見えないなっていうことに、気づいたんですけれども、読みます。例えば真ん中の上の画像だったら IL トラインオンザトラックスニアトレインステーションとか、黄色い電車が駅に止まってますとか、あとは、右上だと、ワンちゃんがプールサイドに座ってますみたいなことが、生成できますという、これ自分の研究の例なので手前味噌なんですけれども、こういうキャプションが今出るようになっています。で、もう一つご紹介するのがキャプションから画像を生成しますよという例で、この鳥は白とか青とかの色でとても短いくちばしを持ってますという文を入れるとこういう画像が出てくるとか、あとはこの花は白と黄色で、波打った滑らかな花びらを持っていますっていう文を入れるとその画像が出てくるというような話で、最後にお話しするのが、これ中島先生からもちょっと言及ありましたけれども、ビジュアル質問とビジュアルクエスチョンアンサリングで、例えば一番左側の列のような画像が入力されたときに、この犬の犬種は何ですかっていう質問が入ったときに、だいたい真ん中あたりにアテンションが当たってですね、でそうすると答えがハスキーって答えられるとか、あと下側の画像ですと、例えばトラフィックライトの色は何ですか、もう画像の中でもかなり小さい、この数ドットぐらいの数ピクセル分ぐらいのところにアテンションがちゃんと当たって、で答えがグリーンとか変えるというような話です。で、今日のお話なんですけれども、今の結果っていうのはそれぞれのトピックの最新の結果です。で、ご紹介したい論文は必ずしもこれらの結果が出ている論文ではないです。例えば画像キャプション生成として2010年の論文で、キャプションからの画像生成としては2016年の論文で、ビジュアルクエスチョンアンサリングの問題に関する論文としては2015年の論文をご紹介したいと思っております。ということで、すいません、これ簡単にアンケートを取らせていただきたいんですけども、まず1番の Every Picture Tells a Story という2010年の論文をご存知の方は挙手願います。はい、ありがとうございます。次、ジェネラティブ・アドバザリアル・テキスト・トゥ・イメージ・シンセシスという ICML 2016年の論文をご存知の方は挙手お願いいたします。はい、ありがとうございます。次、ビジュアル・クエスチョン・アンサリングという ICCB 2015年の論文をご存知の方は挙手お願いします。はい、ありがとうございます。それぞれそれなりにご紹介をする意義がありそうなので、それぞれイーブンなウェイトで進めていきたいと思います。申し遅れましたが、私、こういうような経歴のものですということで、まず2014年に東京大学で博士号を取った時のテーマが、実は画像からキャプションを生成するというようなもので、ドクターを取っています。で、その後2年ほど NTT のコミュニケーション科学基礎研究所というところで吉川さんがご紹介していましたけれども、例えば岩田さんとか、マチューさんとかいうようなところと同じ研究所で働いておりました。で、この今年度もうそろそろ1周年になるんですけれども、東京大学のところに戻って講師として教育と研究と諸々でやっておりますというような経歴です。で、本題に入る前にですね、こっそりの定義がだんだん分からなくなっていくんですけれども、宣伝をさせてください、すみません。コンピュータービジョン勉強会という勉強会の幹事をやっています。これ何かっていうと、その名の通りでコンピュータービジョンに関するトピックについての勉強会で、関東で東京大学とか、ここら辺の会議場なんかを借りてやっています。で、参加者の大半が、幸か不幸か社会人の方
で学生の方も当然大歓迎ということで、例えばそこに挙げているような教科書の輪読とか論文読み会とか、あとこういうものを作りましたみたいなライトニングトークなんか、いろいろな何ですかね、レベル感というかいろいろなトピックで、2ヶ月に1回ぐらいの頻度でやってます。でもう一つが、すみません、これも実行委員なので宣伝をさせていただきたいんですけども、見るというシンポジウムがあります。これ、例えば横浜のパシフィコのところで SSII だっけあのシンポジウムがあると思うんですけれども、似たような形でよりアカデミック色が強いとは思うんですけれども、画像の認識理解シンポジウムというものがございます。そこのところで若手といっても、自分自身が自分自身を若手だと思っていれば OK なので、30代とか40代ぐらいの人も参加してはいるんですけれども、のところまでの企業とか学生の人とかが参加して、毎年違うネタでグループワークをやりましょうと。で今回は若手同士で研究を立ち上げるということをやりましょうということをやっていて、考えていただくだけでなくて、本当にやる気がある場合は本当に論文投稿までつなげていただければいいなというふうなことを画策しておりますので、どちらもコンピュータービジョン勉強会も若手プログラムも Google で検索したらすぐに出ると思うので、もしもご興味ございましたらアクセスしてみてくださいという感じで、怒られる前に次のお話に移りたいと思います。はい、ということでまず1本目の論文のご紹介からいきたいと思います。この論文のどこがすごいかって話を先にします。世界初の画像キャプション生成論文ですということです。この画像キャプション生成をするよという問題のためにデータセットもちゃんと集めて、で、関連研究が全くない中でどういうパイプラインでこれを実現できるかということを考えたという意味ですごいよと言っています。でこれは別にこの書籍に対して特定のこの文献に対して文句を言いたいわけではないんですけれども、気をつけなきゃいけないこととしてですね、今幸いなことに大変 AI ブームなんですけれども、結構怪しげな文章が多くてですね、例えばここに挙げている例だと、画像から文章を作成する技術の実現性はディープラーニングの登場前想像すらされていませんでしたと書いてあるんですけれども、先ほどの論文2010年に出てます。でディープラーニングが流行りだしたのって2012年頃なんですね。なのでこういうの記述は、全くのあやめになってしまいますというような話です。で実際私がドクターをやっている間にいろいろなキャプション生成の論文出てるんですけども、基本的にはディープラーニングっていうものが流行る前に取って終わってしまっているので、その後っていうのはさらに流行ったなという感じぐらいなものです。ということでまずここの論文でやったデータセットの収集というところについてご紹介させていただきます。ここでは頑張って人手でデータを集めてるんですね。パスカルセンテンスデータセットというものを作っていて、1000枚の画像があって、これは20トピックに属した何かの画像です。そこに Amazon メカニカルタークって、皆さん大体ご存知だと思うんですけども、クラウドソーシングで、いろいろな人々に、廉価で1画像に1つの文をつけてもらうということをやって、5人分とか6人分とか集めると、こういうふうな、ダイバージェンスのあるような記述が集まりますということをやっています。なのでこのデータの集め方っていうのはその後のデータセットのお手本になっています。例えばフリッカー 8K とか 30K みたいなものとか、アブストラクトシンデータセットというクリップアートみたいなものを対象としたキャプションのデータセットとか、 MS ココっていう、セグメンテーションの情報とか本当にいろいろな情報がついているデータセットなんですけれども、ここにも10万枚以上の画像に5つずつキャプションがついていたりとします。この一番最初のデータセットとなったのがこのパスカルセンテンスデータセットですね。でここで考え出されたパイプラインはちょっとズルをしているんですけども、まずデータのそれぞれって言っているのは、画像とその5つずつキャプションがついているよというやつ、それぞれにそこが何を映していてオブジェクトで、何をしていてアクションで、どういうシーンで映った画像かというシーン、この3つのラベルの組み合わせ、トリプレットを手動で全部付与します。で、その後に機械学習的なことを頑張ってあげるとですね、新規な画像が入った時に、例えばこのオブジェクトでこのシーンの時はこのアクションになりやすいよねみたいな狂気関係を重視したラベル推定ができるようになるので、それを MRF で実現してですね、入力している画像に対してこれだとオブジェクトがホースでアクションがライドで、でシーンがフィールドだと
いうことが推定できます。そうするともともとデータセットの訓練データの方にはオブジェクトとアクションとシーンがそれぞれ手作業ですでについているので、あとは推定されたこのトリプレットから逆引きしてあげて、そのキャプションをそのまま使ってあげればいいじゃないかということで、ここでは実は文を再構成するということは全くやってないんですね。どこかの文には必ずこの画像をまあそれなりに説明できる文があるであろうという仮定の上に成り立っているパイプラインです。で、実際の結果の例っていうことで、この解像度だとちょっと悲劇的すぎるので無理やりさっき拡大してたんですけども、2例だけご紹介しますと、まず一つは、まあ、なんか朝もやのかかった林の中で羊が右側を見ているというような画像なんですけども、まずトリプレットとしてドッグとスリープとグラウンドっていうトリプレットが推定されて、でそれで一番近いトリプレットを持っていたキャプションがカウインザグラスフィールドということで、うん、まあ気持ちは半分ぐらいわかるっていう感じですかね。で次の入力画像が、あ、机の上のパソコンですと。でそこに対してディスプレイ、プレイス、プレイスは動詞ですね、プレイスとテーブルっていうトリプレットが推定されて、そこで検索されたのが This is a lot of technology。 まあそういうめたいこと言っとけば当たっているような気もしないでもないっていう気はします。というような形で類似している画像からなんか再利用できるようなキャプションが検索できないかなというアプローチでやっているものです。で実はその画像に対して、まあ、実は映像もそうなんですけども、キャプションをアサインするアプローチっていうのはこの2大アプローチがありまして、これは私がステアラボで講演で招待いただいた時にわーっとお話をしたんですけども、基本的には今のようにどこかの文には必ずこの入力画像を説明できるものがあるはずだということで、既存の文を検索するアプローチと、いや柔軟性をやっぱり担保するためには一から単語を組み合わせて文を生成するべきだという新規文の生成アプローチと2種類あります。で最近はディープラーニングによってそのどちらも精緻化が進んでいまして、これはなんでそんな大流行しているのかというと、それまでって例えば新規キャプションを生成するときも実は画像認識のステートオブジェアートな手法と、あと機械翻訳のステートオブジェアートな手法を組み合わせていたんですね。ただまあ、とはいえ例えば機械翻訳の、まあ、要するに自然言語処理の研究者の人たちから見ると画像の認識ってよくわからんと、なんかよくわかんないけど職人的な特徴量をたくさん持ってきて、なんかよくわからない理屈をこねくり回して、なんか30万次元ぐらいのすげえ大規模な、ベクトルとかを抽出してやってたんですね昔って。それを学習するのは大変だと。で我々どちらかというと画像側の人々も、まあ、機械翻訳結構いろいろと推奨するのが大変そうだなというような参入障壁があったんですけれども、そこの間のツールがですね、大体コンボリューショナルニューラルネットワークかリカレントニューラルネットワークかということで、かなりコモディティ化されたんですね。でかつソースコードの共有の文化も進んだということで、お互いにあるいは全く違う人たちが参入する時の障壁がとても低くなったということがあって、端的に言うとさっきもありましたけど似たような話が、画像に対して CNN で認識をしてあげた結果を RNN で1個ずつ単語を生成してあげるとキャプションになりますというようなアプローチになりました。おっと、はい。で次2本目の論文ですね。ジェネラティブアドバザリアルテキストトゥイメージシンセシス、入力してある文章から画像を生成しようという話なんですけども、これとても難しいです。でこれ ICLR っていうさっきご紹介しようといった論文のちょっと前の会議で発表されている手法なんですけど、これも全く目的は同じ、入力されている文から画像を生成しようとしているんですけども、遠くの方から見るともしかすると黄色いスクールバスが駐車場に停まっていますっていう入力文と、赤いスクールバスが駐車場に停まっていますっていうそれぞれの文に対する出力なんですけど、遠くから見ると、あ、そういう画像なのかもしれないなと、もしかすると思うかもしれません。でも近くから見るとすごいもやっとしている画像でしかないんですね。とても解像度は
精神に耐えるものではないと。でもすごいチャレンジングなので、ちゃんとこの ICLR という、ディープラーニング系の国際会議、トップカンファレンスの一つだと思うんですけども、採択をされますというような難しさがあります。単純に考えてピクセル1個ずつ適切な RGB の値入れて埋めないといけないので、状態空間ってものすごいことになってるはずですよね。ただとはいえ、画像を保管する問題ならすでに取り組みはたくさんあって結構精度もいいですという話だけは、しておきたいなと思います。例えば C グラフ2007年、なのでちょうど10年前なんですけども、で出た話だと、こういうふうなもともとのイメージがあるんですけども、手前の屋根が気に入らないぞということで、そこの部分だけマスクをしてあげる。でそしてあとはデータの量で殴るんですね。データを100万枚ぐらい大量に集めてあげて、そうすると同じように入り江っぽい画像っていうのが集まるので、あとは当然そのままはめるとピクセルの色が全然違うの で適切に補正をしてあげながら埋めるということをやると、あ、なんか違う、よしならピクセルの配列で埋まるなというようなものが10年前にあったりします。なのでここでは文のみを与えたときにちゃんと画像全体を生成できるかという話になると思います。でここでまた申し訳ないですアンケートを取りたいんですけども、まずジェネラリティブアドバザリアルネットワーク、今説明を聞かなくても知ってるよっていう人、ありがとうございます。これは結構多いかなと思ったんですけど、半分未満でしたので一応説明をさせていただきますけども、先ほどの話っていうのは入力されている文に対して適切な画像を出力したいということで、条件付きの画像生成です。ただここでやろうとしているのは、まずはご説明としてその条件がない画像生成ってどうやるんでしたっけというお話です。で、そのジェネラティブアドバザリアルネットワーク、ジェネラティブは生成ですね。でアドバザリアルって何だって話なんですけど、アドバザリアルは敵対的という意味ですということで、何が敵対しているかというと、ここにあるジェネレーターとディスクリミネーターという2つのモジュールが敵対していますということです。でどういうふうな話かというのを、おなじみイラスト屋のイラストを使って説明したいと思うんですけれども、まずジェネレーターという人がですね、これ画家みたいなやつで、適当な乱数から画像を生成します。で最初は猫ちゃんの画像をここでは生成したいんですけど、なんかすごい、私が昨日の夜なんか3分ぐらいでトラックボールで描いたような、すごいずさんな画像みたいなものを生成したとしましょう。本当は意味のわからない画像を生成するんですけども、そうしましょう。でディスクリミネーターの方は何をするかというと、あらかじめちゃんとリアルな画像っていうものを持っているんですね。それとジェネレーターから送られてきたその生成したよっていう画像等を渡されたときに、どっちがどっちだかわからない、どれが実画像でどれがジェネレーターが作った画像かはわからないんだけれども、じゃあここで識別キーを構築してあげようとするわけです。で実際に例えばここだと実画像に対して生成されている画像っていうのが、よいしょ、失礼しました、生成されている画像っていうのが正しく識別できたとすると、これはジェネレーターがいけないことになるので、ジェネレーターにペナルティーがきますと。でそうするとジェネレーターはもう少し賢いイラストを生成するようになってですね、で今度は実はここのディスクリミネーターも一緒にフルスクラッチで学習をしているので見分けるのに失敗してしまうということも当然ありますと。でそうすると今度はディスクリミネーターの方にペナルティが来るので、ジェネレーターはいかにディスクリミネーターを騙せるような画像を生成できるか、でディスクリミネーターはいかにそのジェネレーターがそれっぽい画像を生成してきたところに対してちゃんと、いやお前が生成した偽の画像だろうというのと、本当に写真で撮られた、カメラで撮られた画像かっていうのを、見極める、その敵対的学習が行われますということで、文で生成結果を変える際にも基本的には同じようなことをするんですけれども、ジェネレーターとディスクリミネーターが目的をさらに増やして学習をします。何が増えたかっていうと、上側自然な画像をジェネレーターは作りたい、でディスクリミネーターは不自然な方の画像をちゃんと識別したいっていうのに加えて、
その入力されている文章のなんかベクトル表現みたいなものが最初と最後の方に入力として入るんですね。で、これ最初の乱数から出る時のところにも入るし、生成された画像をディスクリミネーターが識別する時にも途中のところにその文の特徴量が入るということによって、まずジェネレーターとしては文位に沿った画像を生成しようとしますし、なんかすみません、よいしょ、ディスクリミネーターとしては、不自然な画像のみならずその入力されている文と違う意味のやつも見抜こうとしますということで、やった例がこちらなんですけれども、鳥か花に特化したデータセットっていうのがそれぞれあります。鳥に特化して1万枚ぐらい、あるいは花に特化して1万枚ぐらいの画像を集めたデータセットというのがあって、それぞれで学習した時の例です。で、例えば青くてとか小さくてとか、おっぽが長くてとかいうのをわーっとこれだけの長さ入れてあげたりとか、あとは花でもやっぱり、黄色い花びらでとか、いろいろな長いものを入れてあげてこれぐらいの精度のものが出てくるということです。で、その後の展開としては、最近スタックガンというものが世の中に出ていて、これ、某国際会議に投稿中の論文でおそらくもうアクセプトされたかどうかって明らかになっていると思うんですけれども、まあまだ会議のところからオフィシャルのアナウンスは出てないんですが、何をやってるかっていうとですね、ここの青い部分っていうのがまず一つ目のガンです。で、紫色の部分っていうのが右側にあると思うんですけど、これが2段目のガンです。要するにガンをスタックしているのでスタックガンという名前なんですけれども、まず1段階目のガンで入力された文から64ピクセル×64ピクセルのぼやっとしたやつを生成して、2段目のガンでそれをより精細に、まず解像度を 256×256 にしてあげて、さらにそれぞれのピクセルをエッジの立った詳細な画像にしてあげようということをやっています。で、実は先ほど冒頭にお見せした結果っていうのはこのスタックガンで生成された画像の結果で、これだけ拡大して出しても精子に耐えるような画像が生成できるようになっています。ただ先ほどの例と同じデータセットを使っていてですね、鳥とか花に特化したデータセット1万枚ずつを集めて、でやっぱりここの入力文と同じぐらいの文がもうすでについているというようなデータセットを使っています。なので、一般的な物体で同じように画像を生成しようとするときって一般性がまずすごく上がります。そこに対して同量の記述をして同量の量の画像を揃えようとするのはかなり大変ですね。ということでここに関しては一般性を担保しようとするとまだまだブレイクスルーが必要であるというような非常にチャレンジングな問題です。で、最後なんですけども VQA ということで、これ何がすごい論文かっていうと、このビジュアルクエスチョンアンサリングという研究分野を分野として確立してこのコミュニティをサポートしている、そのランドマーク的な論文であるということがすごさとしてここでは挙げています。で、ベンチマークとなるようなデータセット、10万枚以上の画像からなる VQA 用のデータセットっていうものを構築して、で、後々の論文で大体やっているようなパイプラインっていうのもここでやっています。さらにポータルサイトとしてですね、そこの画像のデータセットとかコードとか、あとはこのデータセットを使った国際コンペティションなんかの情報もポータルサイトの中で配備されていて、非常にサポーティブな研究グループだなと思います。ただ VQA という言葉自身はそんなに新しいものではございません。例えば Amazon メカニカルタークで人力で解決するような VQA エンジンというものは、ヒューマンコンピューターインタラクション系のところで提案されてもう7年ぐらい経っていますし、ディープラーニングを使わないでもこれ自動化できないかという話も3年前ぐらいに出ていますということなんですけれども、実際に今ほとんどの論文はこれをリファーしていますということで、まずデータセットとしては10万枚以上の画像に対して、あるいは3万枚以上のクリップアートみたいな画像に対して、それの7倍ぐらいの量、6倍ぐらいかなの質問文と、それぞれその1個1個の問いに対して10個の模範回答を収集しています。なので模範回答は700万ぐらいあるということです。で、例えばどういうものかっていうと、左上だと
どっちがグラスをつけてますかっていうので、一番左上の答えだとグラスつけてるのは男性で、右側の次の隣の画像だと女性みたいな、まあそういう質問と答えを集めていますと。でさらに VQA をどうやって解くかっていうと、これ実は多クラス分類問題です。でどういうことかっていうと、まず入力されているのって画像と質問の文 Q なんですけども、そのそれぞれから画像から画像特徴量 XI で、質問から質問の特徴量 XQ みたいなものを抽出して、それを何らかの手段でうまく統合してあげて、その後は適当に線形識別なり、マルチリニアパーセプトロンなり何なりで識別器を学習してあげると。なので一つ一つの答えは一つのクラスだとみなされるという解き方が主です。でここの VQA のチャレンジ、国際コンペのところから、まあ、ティピカルな例をご紹介しますと、例えば、この薄曇りのところの画像に対して、これから雨が降る予定ですかという質問が入った時に正しくイエスと言えたり、残念ながら例えばなぜみたいな質問は苦手ですって話ですね。なぜ芝生と、白い雪の部分っていうのが同じ画像の中に両方あるんですか、なぜですかっていう質問文に対して、答えがイエスってなっているというようなところで、なぜとかにはちょっと弱いと。でただその後の展開としては、この画像特徴量 XI と質問特徴量 XQ を混ぜるって話は全部同じような形でやってるんですね。ただその混ぜ方をよりなんか高級なものにしてあげようということをやっていて、この VQA のご紹介している論文だとただ単に並べるだけなんですけど、それをかけたり足したり、なんかアテンションを組み合わせたりというようなことをやっていますと。で時間をしてますけども、まあ、最後にまあ、まとめとしてですね、奇しくもですね、2016年、去年ここのステアラボでお呼ばれされた時って AI が誕生して60周年記念だったんですね。で今61歳ということで、まあ、昔の60歳定年の時代だと今セカンドライフを歩み始めているちょうどその時ということです。で、チューリングという人がその AI が誕生した時に、AI の研究って玉ねぎの皮むきみたいなもんだみたいなことを言ったっていう話があって、でこれ今から振り返ってもまさにその通りだなという感じですごいなと思うんですけども、どういうことを言ってるかっていうとですね、例えば数学の定理を自動で発見したりとか、チェスで人間に勝ったりとか、カナ漢字変換を自動でしたりとか、あと音声と画像を認識しますとか、最近だと囲碁で勝利したりポーカーで勝利したり、今日ご紹介したように画像と言語が融合されましたっていう話、どんどん進んでいるように見えるんですけど、これって一個一個実現されるとすでになんか AI っぽくないね、これ別になんかドラえもんがこれで実現できると思わない、これで人の心が再現できると思わない、これで人間のそのジェネラルななんか知性っていうものが再現できたとは思わないって思うわけです我々は。でよくわからないけども、それをどんどん向き続けて最後に残ったものが真ん中にあったとしたら、それが真の知能なんじゃないかと、それを発見できたら、強い AI と言われるようななんか真の知能みたいなものが発見できるんじゃないかって思って、今ディープラーニングのツールを使ってここを直接アプローチしていこうというような人たちもいるんですけど、私はどちらかというとこれからもどんどん皮を剥いていこうと思っていますよという話です。でこういうふうにしてですね、実は弱い AI として単一の機能でしかないとしても、そこですごいイノベーティブな話っていうのがどんどん出てきていて、ディープラーニングっていうのはまさにその一個のツールですということで、これからもどんどん皮を剥いてですね、イノベーションを進めていきたいなと思っていますということで、最後のご挨拶とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございます。では質疑応答の時間にします。質問がある方は挙手をお願いします。大変面白い話ありがとうございました。がんの話でいいんですけど、先週ですけれども、老眼転換視網膜という研究はないでしょうか、老眼的な。はい、老眼にしようというがんの研究はあります。あってですね、これも結構アーカイブでどんどん上がって、
ただ実は結構リジェクトされているというような状況なんですけども、まあアクセプトもされている例だと MIT かなぐらいが確かある静止画を与えた時にその続きをちょっとガンで生成しようみたいな話なんかあって、ただ実はその動画で見るとなんかこう動いてるかっていうと、まあせいぜいよくてこのまま平行移動してるみたいな動画しか出てないんですね。そういう意味だとまだまださらに画像よりもチャレンジングな問題になってます。うちのラボでもやってたりしますけど、まああんまうまくいってないですというような感じです。ありがとうございます。画像キャプションの生成の枠の時で、1つのキャプションに、1つの画像に1つのキャプションがあって、それを学習させたと思うんですけど、なんか違う気のデータがたくさんあって、それでうまく学習できるのはどうかな。ですね、基本的には、そうですね、例えば今のディープラーニングのアプローチだと、画像に対してこのキャプションを生成する確率は何パーセントですみたいなものを計算してるんですけれども、それをバックプロップしていると。なので例えば正解が5つだったら、それの、正解キャプションに対してこの確率で出たなっていうのをバックプロップしている。でそれは単に例えば5分あったら5分のやつの平均を取ればいいというような形でやっていたり、まあ5分あったら5回繰り返して入れてあげればいいというようなことでやったりでできます。あとは、まあ、既存のキャプションを検索する方のアプローチでも似たように、単にそれは一つの画像と一つのキャプションのペアがダミーで5つあると考えればいいよねっていうことでやっていたりします。時間になりましたので、講演終了ということで、はい、最後の